くよ。行くよ。こちらトランクスだ。うわ、また一人死んだ。スーパータイムマシン。うわ、残り5人か。起動キーを探して指定ポイントに設置し、ありがとう。スーパータイムマシンを起動するんだ。もうさ、5人だったらみんなで記念写真撮って帰らないか。イエーイパシャーつってみんなでエモーとしてさ、勝てる勝てないってともかくとして5人は正直やりたくないんだよな。レーダーでもサバイバーでも。よし、もうそれでも良くない。もう5人だったらさ、みんな行くよパシャーっつってフリーザとさ、ニコニコして記念写真撮ってさ、あれ出したーっつって、起動キーが見つかったな、次の試合行こうよ。もうこれをまともにやるのはもうな、お互い苦痛だぞ。なんか壊れてるな。じゃあ B 行くか。なんもない。まあ5人でも勝てるときあるけどさ、きついのは間違いないのよね。まあやるしかないか。残りの5人が少数精鋭だったら勝てることは勝てる。あそこにいるね、建物を熱心に壊してるな。あ、サバイバー5人だったらギニュー特戦隊のポーズできるじゃん。欲しいな。てか出そう、いずれギニュー特戦隊のポーズ。デノバース2にもあったよな、ギニュー特戦隊のポーズの技。使うとさ、なんか能力が上がるんだよね、一時的に。俺確か使ってたよ。誰のポーズか忘れたけど。新しい起動キーだな。設置を急ぐんだ。そうですね、まあ、チェンジパワーは行き渡りやすくなる。で、早い段階で死ぬサバイバーがいない分。味方が倒れているぞ。救助できないか。って言おうと思ったけど、この話先続きはやめよう。今人死んじゃったからな。残させてくれるだろうけど、危ない。これはさすがに危ないな。今から刺すところでは間に合わん可能性もあるし。ここなら大丈夫。あと D と E か。どこだ。見られてる可能性もあるからバイクから降りたくないな。誰かいないか。こっち来るか。来たら変身するか。礼を言う。いいぞ、また起動キーが見つかった。設置に向かうんだ。チェンジパワーを一個取り逃したな。さてどうすっかね。あと D と E か。ドラゴンレーダー、これ多分レベル2だっけ。仲間が持ってるレーダーの数値とか見たいな。持ってるかどうかとかを見れないけど。起動キーレーダーか。誰か、この人救助したら探知してみるか。助かりました。ない。これチェンジレベル3になったか。救助に行けないか。いいと同時にセットしたいけどさ、同時はなかなかないよ。あー残念。これこれ線路に呼んでも陽動にしかならんな。新しい起動キーだな。設置を急ぐんだ。残り4人でレベル3か。フリーザなんだかんだ進化しちゃったな。残り4人で同時に刺すのは無理だな。でドラゴンボールを拾っておこう。可能性があるとすれば、ドラゴンボールでシェンロンを呼んで、仲間が助けを必要としてる。その間に
同時にさせればと思ったけど、エリア破壊使わせて厳しいね。いや、これ脱出用タイムマシン案件だな。E と D か。どこにいるこれ、フリーザ様。見えないな。あー、D に向かったか。あそこどれだ、家のとこか、中央か。あー、中央だ。いるねー、あそこに。めちゃくちゃ警戒してるな。脱出用タイムマシンの整備が終わった。脱出用タイムマシンは D だ。これは厳しい。構わない。青い光で示された場所に呼び出しビーコンがある。急いで向かってくれ。まあ4分の1やからね。さてと、脱出用タイムマシン呼ぶのはきついぞこれ。向こうも絶対警戒してるからな。殴ってる。なぜだ。いや、これ呼べないぞ、これは。この距離では絶対。俺はいけない、もう。刺しに行くしかないが、一個だけ刺してもしょうがないしな。海王剣。ああ、狙ったか。離れよう。どうせこっちには来ないでしょ。何を撃ってんだろうな、あれは。何でもいないけど、そこには。さて、どうすってかね。ちょっと変身したな。どうするつもりだ。いや、これ息合わせないと無理だな。3人がバラバラにちょっとずつ変身しても何の意味もない。せめて非同期だけでもさせればワンチャンあるか。厳しいが。もしくはもう俺が死んで仲間のためにっていう手もあるよな、最悪。味方が倒れているぞ。あー、死んだか。いや、逆に言うともうこれは、え、マジ間に合わんなこれ。今変身が使えたらワンチャンあったけど。あえて刺すかこれ。無理だな。海王剣。脱出用タイムマシンを送ったぞ。それを使って脱出するんだ。あー、それ無理？俺置いてかれた。タイムマシンが帰還した。呼び出しビーコンでそんな、まあこの距離では無理か。そりゃ無理か。しょうがないよな、これは。撃たれてるね。絶対呼べないでしょこれ。なんでか分かんないけど場所がボロバレだわ。うわー、うまい。
これ壁があるな、透明な。透明な壁があって、これいけない。変身するか。ポーズ決めて、撃たれてる今俺。もう、バレてんだもん、ずっと場所が。遠くからさ。どうせいいんだこれ。ずっと追われ続けたらやりようないぞ。ほら、ずっと見られてんだもん、上からさ。耐えて、上から行くか、もう。どうなったこれ。あ、撃たれてるわ。クレイジーフィンガーショット。めちゃくちゃ撃ってる。撃ってる。脱出用タイムマシンを送ったぞ。それを使って逃げてくれ。逃がしてくれもう。ああ。途中で見捨てられた時めちゃくちゃもう心が折れた。ああもうこれは俺は無理なんだなって思った。どんだけ逃げてもかけてくんだもんだって。レベル77の赤いフリーザか。怖いね。まあ頑張ろうぜ。こちらトランクスだ。聞こえるか。スーパータイムマシンや必要な物資の転送は完了している。起動キーを探して指定ポイントに設置しスーパータイムマシンを起動するんだ。起動キーが見つかったな。設置に向かって。早い。ここだ。ラッキー。この家の民間人も救出しよう。フリーザにここを破壊される前に刺しちゃいたい。間に合うかなこれ。よし。ただこの民間人の救助は厳しい。こうなるとみんなどこに行けるかな。僕助かるの。じゃ離れよう。ここよし。新しい起動機が見つかったぞ。いいの起動機も見つかった。ナイス。よし、新しい起動機が見つかったぞ。刺しに行けるかなこの人。あ、でも刺す意識あるから大丈夫だ。できればあとは C が見つけたいが。あー、 C にいるねフリーザが。で D に向かったわ。じゃあ追いかけるようにして C に行こう。今のうちに C を探してしまいたい。レオンリーのレベル11個でも早く箱開けたい。ここはどこだ。きついな。そこの中はないか箱は。ここやばい。あー、リハが使われた。え、やばい。これどうなんだこれ。もうスーパータイムマシン出るぞ。この試合早すぎる。最速かもしれんこれ。スーパータイムマシン出る。スーパータイムマシンの起動システムが出てきたぞ。急いで向かってくれ。試合展開が激烈早いな。チェンジパワーの上がり率はめちゃくちゃ低い。これはどうなるかわからんな。チェンジパワー M 買っとこう。これファイドアリー偽じまい。
中央の危ない。ああ行くしかねえな。邪魔をしに行こう。こうやってスーパータイムマシンから離れてくれてるんだったらそれだけで価値がある。俺はただ飛んでるだけでいい。いいぞ。誰もまだ中央に意識が向いてないから今俺が時間を稼ごう。こうやってで離れよう。よし時間稼げた。変身解除。やっぱり回復使おう。仲間が今のうちにスーパータイムマシンの方に意識が向いてくれることに願おう。ドリンクも出た。これは熱い。よしもう一本ドリンク買いたいな。アイテムはまだ散策され尽くしてないから潤沢にあるな。救助に行けないか。今そちらに補給物資を送る。有効に使ってくれ。ドリンク買いたいけどさ、お金足りるか。ギリ足りるけど、ないな。あー、中央行ってる。なんか手を離したり触ったりしてる。まだ中央の意識はまだ向いてないな。あ、行ってくれてるか。もうちょいだな。いらっしゃいませ。さて、どこに？もうちょっとで上がる。僕、助かるの？ミク飲んで。いらっしゃいませ。変身しに行こう。バリア火薬2個いらないか。6段階にしよう。毎度あり。味方が倒れているぞ。救助できないか。オッケー。触ろう。で、触ってやった感じ出そう。100% 以上にはならないけど中央にいることに意味もある。で、あの人離れたからし、こういう触ってることに意味もあるな。よし、高レベルフリーダーになんとか戦えてるぞ。仲間が助けを必要としてるぞ。いけるいける、もうちょい。いける。よーし、起動成功。ふー、すげえ、この姿あんま見れんぞ。すげえ、赤いフリーザのスーパータイムマシンの勝利ってなかなか見れないと思うわ。いや、いいもん見れたな。サバイバーがもううまかったね。起動機探すのめちゃくちゃ早かったし。タイムマシンや必要な物資の転送は完了している。起動キーを探して指定ポイントに設置しスーパータイムマシンを起動するんだ。フリーザ多いと思うよ。僕フリーザ強いし、助かるの？俺も本当だったらフリーザ使いたいんだよな。ただそのグラップリングローリングキャンセルっていうさ、あのやばい技があって、あの技にねフリーザでは対抗できなかったんですよ。でもしかしたら連続エネルギー弾だったら対抗できるんじゃないかっていう判断で連続エネルギー弾を持ってる魔人ブーアクを使ってるってだけなんですよね。あれをやられた時の対処方法がないから。あとお腹の中に行くっていう対処方法も一応1個あるしね。起動キーが見つかったな。設置に向かってくれ。よし、新しい起動キーが見つかったぞ。リーム見つかったか。まずい、誰かやられた。救助に行けないか。ああ、刺してくれてるな。これは刺さる。オッケー。じゃあ、E 行こうか。E は見えるな、ここからでは。向こうの方だな。あ、刺さった。ナイス。
もう見つかったエリアからバンバン刺さっていくわ、キーが。できればあとは C を見つけたいところだが、フリーザどこにいるんだろう。もう進化するな、早い。困ったね、どこにいるのかが全く見えない。多分 B の方に行ったんじゃないかと俺は予想してるんだが。あ、なんだ、誰か死んだ、だ、なんか突然誰かが死んだわ。何かが起こったな。フリーダの位置が見えない。助かった。まだフィニッシュしてるな。で、 B の方で落としなかった今。音するね。洞窟に落ち入るの怖いな、これ。洞窟の中は逃げ場が制限されるから、追われるかもしれないタイミングでは行きたくないね。軌道切れたら見えない。で、このフリーザめちゃくちゃちゃんと民間人をフィニッシュするから、民間人もちゃんと救助していかないとダメだ。進化をちょっとでも遅らせよう。今のところサバイバーもバンバンやられてるわけじゃないし。お、そこだ、起動機。ラッキー。どこだ、設置ポイントは。また起動機が見つかった。そこだ、設置に向かうんだ。で、刺すか。刺してから後ろの民間人救助しよう。一緒に刺すか。よし、OK、250m ってことは多分中央の方だな。まだまだ民間人いっぱいいるな。助かった。今はまあ給与してるが、ドラゴンボールはなかなか見つからない。新しい起動キーだな。 C 見つかったか。じゃあ A 行くか。どこだろうな、 A って。よし、新しい起動キーが見つかったぞ。あ、そこで追われてるわ。やばいよ、味方が倒れているぞ。救助できないか。これ C 刺してくんないかな、今のうちに。あれ刺してない、あれエリアが使われたが、多分これで、よし、スーパータイムマシン出現。中央エリアで早い試合展開がめちゃくちゃ。スーパータイムマシン起動まであと少しだ。アイテムが何もないわ。ロケットランチャーだ、これもらっていこう。スーパータイムマシン触りたいけどちょっと怖いな。結構戦闘面もやれそうなフリーザなんだよね。まずい、誰かやられた。やられたか。邪魔し、あー間に合わないか。今の間に合わないの。センズないぞ俺。2人で蘇生しないか。2人で蘇生しないとこれ間に合わない。ナイス。マジでフリーザのフィニッシュ早いな。お、スーパーロケットランチャーだ、ありがたい。あと自販機あるうちに買いに行こうかな。今なら余裕があるんじゃないか。太陽系、味方が倒れているぞ。救助できないか。よし、ドリンク売ってる、1個でも買っていこう。今しか来れないかもしれんからな。いらっしゃいませ、伊勢じまい。で、誰かスーパータイムマシン触ってくれてるな。今こちらに補給物資を送る、有効に使ってくれ。ありがたい。ちょっと、ここにもチェンジパワーあるな、拾っとくか。補給物資はすぐいなくなるからな。行こう。
けないか。あ、フィニッシュされたか。あれは防げんな。ロックオンされてる。ナイス、クリーンの靴だ。当たれ、当たった。ロックオンを切ってからなら当たるよな。もう一回だ。お、ナイス、天井レベル3になった俺。ほい、当たんないか。もう一発あるっけ。もう一発あるな。変身するタイミングに気をつけよう。このフリーザ弱くないぞ。戦闘面はやるからこの人。あーやばい、変身解ける。あー救助に行けないか。か、ほい、よし当たった。これ開けたい。ベストのグローブ、オッケー、使おう。これギリギリだぞ、これめちゃくちゃギリギリ。太陽拳、変身、靴、当たんなさ、当たんなさそう。吹っ飛ばせ、危ない、吹っ飛ばせ。なんだ今の、くっそ、やるな。ナイスナイス、靴がある。おい、いやー、指揮の成功。あー、危ねえ。ザーボンのドドリアのバリアが最後めちゃくちゃ効いてたな。あいつらがたまたま俺の探知されて攻撃されてた。きつかった。いや、さすがネイビーだよ。色違いはやっぱ違うな。強かった。ガンガン最後ダウンしてたもんな、サバイバー側。いやー、危なかった。最後ギリギリでチェンジレベル3になったのも大きいな。安心感あったわ、チェンジレベル3は。